医学者の稲増です、えー、水素もう水素のいいことはあまり説明しなくてもわかりますね、えー、ですから体が疲れたなという時に飲むと元気がパッと出るまこれを覚えておいてください元気が出ないなという時はこういうアミノ酸を取ると元気が出るんですねでも、えー、すごく仕事をしたりとか運動したりうんそういう時にあもう疲れた えー、マラソンの練習をしてもうあのマラソン出ようと思って毎日1 0キロ走ってるんだけどもうこれ以上走れないとそういう人にこの水素を飲ませると疲れた体に水素がパッとその疲疲れれれを取ってくれます、えー、疲れた時には疲れた人を見たら水素を試してもらってください交感神経がすごく興奮しますのでそういうのをこう抑制してくれますので、えー、疲れた時には水素です